ネットで競馬、ネット競馬。こんにちは、桜花の奇跡、一ノ瀬恵那です。競馬予想家の太郎です。この動画では競馬予想家の太郎さんが中京記念で絶対に買いたい軸馬と穴馬を解説いたします。函館記念はちょっとやっぱ夏競馬感が満載でちょっと難しかったですかね。いやそうですね、早やっこが勝ち切るっていうか、そもそも消しちゃったんですけど、いやあんなに鮮やかに、抜け出すとは思わなかったですね。正直先週の函館芝はダート実績馬が本当によく走ってたんで、かなり最終週に加えて雨の影響もあって荒れた馬場になって、結構特殊な馬場状況だったかなとは思うので、そこら辺を覚えておくと今後のその普通にこう惨敗した馬とかでも馬場が変われば巻き返す可能性があるかなと思う。そこら辺をうまく生かしていきたいんですけども、予想は全くでした。すいませんでした。ということで、まずは中京記念を予想する上でこれだけは覚えておきたいワンポイントを教えてください。こちらですかね。はい、コースの4周目ということで、昨年は、A コースの3周目ですかね。で今年は4周目なんですよ。で、3周目の先週時点で客室自体は意外と差し追い込みまではきついんですけど、結構外を回してこう長く足使える馬が最後シュッと伸びてこれる馬場状態なんで、こう例年よりは差しというか外というか、内枠先行みたいな決着ではない可能性が高いかなと思います。ここからは中京記念で絶対に買いたい軸馬と穴馬を解説していただきます。まずは絶対に買いたい軸馬から教えてください。軸馬はバリアメンテにします。ヨナゴステークスは、正直やっぱりこう内枠でさばききれなくて、道中からちょっとスムーズさ欠いてましたし、直線も明らかに足余したかなという印象の競馬でした。2走前に阪神芝1006のストークステークスを勝ったことで、前回ヨナゴステークスでもそこそ こう注目を集めたんですけど、過去のレースぶりを振り返ってもこの馬はやっぱりマイルというよりはもう少し中距離に距離が伸びた方がいいと思うので、今回、1800m になるのはプラスだと思います。実際にコーナー4回の 1800m というと、5走前の茨城新聞杯で鋭い決め手を披露して、差し切り勝ちを決めてますので、その時以来のコーナー4回の 1800m なんで、今回適正的にも合いますし、あと冒頭でお話しした通りポイントとして比較的今こう鋭い差しは届くので、そういう傾向にも合致するかなと思うので、この馬を軸馬として推奨したいなと思います。ちなみに昨年の、勝ち馬アンドラステのあの兄弟ということなので、血統的にもいいかなと思います。岩田未来騎手と今回初コンビなんですが、このあたりはいかがでしょうか。そうですよね。岩田未来騎手が騎乗するというのも今回は狙いたい要因の一つです。最近だと里のヘリオスみたいなこう溜めて末足を伸ばすっていう競馬、非常に岩田未来騎手はうまいですから、こう中距離で貯める競馬っていうのは岩田騎手の一つの持ち味ではあるので、この乗り換わりを見たときには、これは非常にいいんじゃないかなと思いました。馬場も読めるジョッキーですので、岩田未来騎手は、昔の今年の年明けまでの重賞であんまり来ないみたいなイメージはもう捨てていいと思うので、むしろいいんじゃないでしょうかね。はい。続いては、絶対に買いたい穴馬の解説、お願いいたします。というわけで、2投目、これが買いたい穴馬ですね、こちらにいたしました。はい、チャーレイポピーですね。はい、決してこう書き途中とかではないんですけどね。はい、こちらです。シンプル。今週はシンプル。シンプルね。福島牝馬ステークス。この時は、最内枠を引かされて、結構こう厳しい流れで差しが届く、こう外からのアナザーリリック以下、外からのこう伸びが通用するレースだったので、最内枠はちょっと不利でしたね。4コーナーで引き場を失うようなところもあったので、直線も正直やむを得ず、最内をつかされるような感じだったんで、こう、能力を発揮できずに終わってしまったかなというレースで、決して力負けではないと思いますし、振り返れば、この馬って昨年のシオンステークスですかね。この時に正直2000メートルはさすがにこうミッキーアイル産駒で少し長いかなとは思ったんですけど、16番人気の低評価を覆して直線本当はこれ3着はあるかなっていうぐらいのこう抜け出しを見せて、最後刺されて4着だったんですけども、
まあ、すでに重賞での好走実績もあると。5走前、押し沼特別ですかね。この時は、コーナー4回、同じ平坦の 1800m で差すケーバも知っていますので、まあ、福永騎手であれば、おそらくね、今回、ベステンダンクであるとか、ベレヌスといった、まあ、伏兵の先行勢が先段を形成するので、それを見る非常にいい位置、後位外目か、その、ここら辺でうまく追走できると思うので、まあ、個体列を考えても一番いいところにいられるんじゃないかなと思うんですね。重賞での実績もありますし、金層をね、2層、まあ、ちょっと内枠でもがくような競馬で力を出し切れてないですし、ジョッキーもプラスということで、反撃があるかなと思って、推奨しました。今まで 1800m は勝ち鞍ってなるとないんですけれども。うん。そうですよね。はい。うん。まあ、それこそね、やっぱりミッキーアイルっていうイメージも、どちらかといえば、うん、まあ、マイル以下っていうイメージがあると思うんですよね。それはまあ、確かにそうだと思います。ただまあ、この馬って母系にね、多く使った、トールコピーがいて、ね、母七がキングカメハメハ。で、この馬自身、先ほど申し上げましたけど、旧坂の2000メートルのシオンステークスで重賞4着というパフォーマンスを見せてますし、まあ、その折り合いがつかないタイプではないんで、この距離自体は平坦戦8はむしろ、まあ、マイルで追走苦労するぐらいだったら、これぐらいの方がいいんじゃないかなと、今回の、まあ、流れを考えてもですね、全く問題ないと思うので、福永騎手っていうのは、距離を持たせることに関しては、まあ、ソフトな騎乗をするので、牝馬で距離持たせることに関しては、長けてるジョッキーですから、ジョッキーとの相性っていうのも、まあ、プラスして考えてます。太郎さんの中京記念の予想は、絶対に買いたい軸馬がバリアメンテ、絶対に買いたい穴馬がシャーレイポピーとなりました。また、サミットとかで買われますかね。そうですね。まあ、このね、夏の時期ってやっぱりハンデ戦、しかも今年は去年と違って多頭数なんで、このレースも正直ね、こう結論というか、まあ、ここでのね、結論を出す前に悩んだので、波乱を期待して僕はやっぱ3連複手広く行ってもいいかなと思うので、まあ週末のオッズとね、あとまあ天気もね、日曜日がなんかね、雨マークと晴れマークが出てて、ちょっとこう、どっちって、まあおそらく両方だと思うんですけど、まあそれもね、ちょっと土曜夜段階でもう一度見直して、土曜の競馬も見直して、馬場もね、大事なので、という感じで結論出したいなと思います。次回はアイビスサマーダッシュを予想していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。皆様ぜひまた来週もご覧ください。トラさんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。